ノーザン線は、ロンドン地下鉄の路線の一つで、地表から深い位置にあるタイプの路線であり、大部分が深い位置に建設されている。一年につき、約2億673万4千人もの乗客を運び、この数は、ロンドン地下鉄ネットワーク上では最も需要が多く、最も混雑する路線でもある。また、直訳すると、北の路線になるが、 その名前に反してもとも南方向へ輸送できる路線であり、テムズ川の南にある29のロンドン地下鉄の駅のうち16の駅に停車している。1890年に開業、全長は 58km で50の駅があり、そのうち36の駅は地下にある。ロンドン地下鉄路線図上では黒色に着色されている。また、ウェストエンド支線として知られている。 この支線の南行きの列車は日中ケニントン駅止まりとなる。到着した列車はループ線を通って北行きホームへ改装され折り返し運用につく。なお、2021年にはバタシー方面へ延伸開業をする予定となっている。また、シティ市線として知られている。モーデンからバンクを経てイーストフィンチリーまでの 27.8km の区間で トンネルが連続しており、この区間の全通当時は、世界最長の地下鉄トンネルで、ギネスブックにも、最長の地下鉄トンネルとして掲載されていた。1978年に、モスクワ地下鉄カレーシュスコリースシュカヤが延伸して、ベリアーエボからメドベトコボまでの、約 30.8km が連続したトンネルとなり、記録を破られた。A チューブレールウェイズアンアンダーグラウンドレールウェイ、コンストラクテッドイン、A シリンドリカルトンネルバイザユーズオブエイ、トンネリングシールド、ユージュアリーディープビローグラウンドレベル、1979年版から刊行された、翻訳版では1981年版まで掲載。ありがとうございます。